タジー、あったかい？あったかい。気持ちいいですか？今誕生日やって話しとった。まあ、私が今日23日の10月23日誕生日やけど、年いったら嬉しくないって。どうマッサージ？マッサージ最高です。足長くなるかな？本当かな、ほんまかな。どう？ちょっと足伸びた気する？そんなことないけど、楽になった。楽になった？ああ、じゃあこれで終わった頃には足が1センチ伸びとることでしょう。みどりさん、お腹の底から出してくださいよ。一緒にお写真を。昭和5年10月23日生まれ、今日で85歳になりました。みどり様、いつも朗らかで笑顔の素敵なみどりさん、これからも楽しく過ごしましょうね。平成27年10月23日、サンタの家キャスト一同よりおめでとうございます。みどりさん、なんという素晴らしいいいお名前をいただいたんでしょうね。うらやましいです。てるこです。こっちはありふれたてるこでございます。みどりさんも本当に素晴らしい方だなと来た時から思ってたんですよ、実は。いや、私が男やったらひょっとしたらちょっとね、別室へ連れ込んだかもしれない。そんなこともしませんしね。仲良し恋しになって今日まで来れました。また今日からまた明日へ向かって頑張りましょうね。すいません。そしてあなた様のこの国のお誕生日をめがけて来年の今月今夜を頑張りましょうね。ありがとうございました。いい機会にお話しかかりました。ありがとう。はい。ありがとうございました。みどりさん、おめでとう。おめでとうって言うていいんかどう言うていいんか知らない。また仲良いこの先も行きましょう。よろしくお願いします。はい、千秋さんありがとうございました。ね、サンタに来てどうですか？毎日過ごされて。毎日楽しく。うん。笑わん日一回もない。一日もない。ああ、ありがとう。滑った転んだで笑ってる。ありがとうね。朝早くね、毎日来てくださってますけど、もう慣れました？はい、慣れた？もうそれしか時間がないんです。あ、そうなんだ。はいね、よくね、朝一に来られるので、私ら着るお風呂で着るお洗濯とかを畳んでくださったり、すごいお手伝いしてくださるんです。でいつもありがたいなって思ってますんで、またこれからもね、よろしくお願いしますね。さあ、みどりさんね、皆さんこうやってみどりさんのお誕生日ね、ここかな、まぶん園ね、お祝いしてくださったんで、一言ね、みどりさんからね、お願いいたします。皆さんどうもすいません、ありがとうございました。お誕生日祝っていただきましてありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。ね、こちらこそね、本当に今日おめでとうございました。はい。ちょっと変な姉さん見て。いいんですよ。ほら、いつものジャジャマのように。シャー。え、なし。おめでとう。緊張してる。